ずらりと並んだ料理の数々。これらはすべて県産野菜の魅力がたっぷり詰まったアイデア料理です。徳島県では地産地消と野菜摂取の意識を高めてもらおうと、平成26年から徳島の農産物を使った徳島ならではのレシピを募集する野菜たっぷり料理レシピコンクールを開催しています。県内在住の小学生以上が対象で、今年度の応募総数は3181点。この日は一次審査を通過した8つの料理の最終審査が行われました。鶴村先を選ばれたのはなぜですか？僕が大仁町に住んでいるので、それで僕大仁町に住んでいるので鶴村先を使おうと。県産の農産物の使用はもちろん、1人分 120g 以上の野菜を使うことが条件です。県栄養士会の会長や料理研究家ら7人が審査員となり、味や見た目はもちろん、県産野菜の魅力をうまく生かせているかなどについて審査を行いました。審査の結果、最優秀賞には城之内中学校3年田上ひなさんが考案した夏バテ解消さっぱり夏野菜の冷製おでんが選ばれました。彩りが良くなるようにたくさんの色の野菜を使いました。全体的に野菜をたくさん使ったので、飽きないようにするためにトマトやオクラは切らずにそのまま入れて食感を楽しめるようにしたところなどです。最終審査に残った作品を含む16作品はレシピ集にまとめられ、今後食育イベントなどで配布されるほか、県のホームページや大手レシピ検索サイトクックパッドに掲載されます。徳島県産野菜たっぷりレシピということで検索していただきましてですね、ご家庭の食卓などでですね活用していただき、県産野菜の消費拡大の方にもですねしっかりつなげていっていただければというふうに考えております。県民のアイデアから生まれた徳島ならではの野菜たっぷりレシピ、健全な心と体を育むには栄養バランスの取れた食事は不可欠です。過去の作品も県のホームページで公開していますので、ぜひ皆さんも作ってみてください。